皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の社会科、寒い土地の暮らし北海道、2時間目の内容です。今回は札幌市の雪対策と雪を生かした観光について学習します。それでは今日の目当てはこちらです。教科書58ページ資料1から資料4、札幌市雪対策室の柳沢さんの話を読んで、札幌市の雪対策についてノートにまとめましょう。一度動画を止めてよく考えましょう。それではどうぞ。雪が山のように積まれている。雪を溶かす施設や溜めておく施設が市内にたくさんあるが、私たちが住む茨城県にはない施設ばかりだ。夜中から除雪車が仙台も動いて、人々の生活に影響が出ないように働いているなどと書けたのではないでしょうか。広い土地を必要とする雪堆積場は、札幌の中心地から離れた郊外に作られ、狭い面積でも雪を溶かすことができる融雪施設は中心部に多く作られています。次に、人々の生活に影響を与える雪を観光に生かしている様子について学習しましょう。教科書59ページの資料5と6は、毎年2月に行われる雪まつりの写真です。また、資料7は、1年間に札幌市を訪れた観光客の数を表したグラフです。これらの資料と、札幌市役所の雪まつりを担当する大内さんの話を読んで、雪を生かした取り組みについてノートにまとめましょう。それではどうぞ。どのようなことに気づき、ノートにまとめたでしょうか。大きな雪像や雪の滑り台などを作って観光客を集めている。北海道に訪れる観光客の多くは7月から9月に訪れるが、寒さが厳しい冬にも多くの観光客が訪れるなどと書けたのではないでしょうか。それでは今日のまとめです。雪の多い札幌市では除雪を行うなど雪を克服しています。また雪を生かして観光客を集めています。今回の学習はここまでです。次回は十勝地方の自然を生かした農業について学習していきます。これで茨城オンラインスタディ、小学校5年生の社会科、寒い土地の暮らし北海道、2時間目を終わりにします。